死んだ人の願いを持ち出すのってずるいんじゃないの？死人の気持ちなんて確かめようもないのに、勝手に想像して決めつけてさ。死者の気持ちがああだこうだ偉そうに綺麗事並べちゃって、すごい卑怯だと思うんだけど。自己反省というやつか。スノーを苦しみから救ってやれ、セラはそう願っている。そう言ったのはお前だったな。あいにく私は特別だから、全ての例外なんだよね。だいたいセラは死んでもないし、言っとくけどみんなの胸に生きているなんて安い話じゃないからね。聞くまでもなく知っていることだ。あの子の魂は死んではいない。残したのは今なお生きている。そう信じたいだけなんでしょ。真実を知ってしまうのが怖くて信念にしがみついている。自分で思っているよりもあなた弱いのよ、お姉ちゃん。ご苦労様でした。スノーと会ったあの時は死んだ母さんの名前。僕とスノーの出会いは最悪でした。あの時母さんは僕を守ろうとして戦った。そしてスノーをかばって死んだ。ですからスノーを憎みましたよ。母さんを死に追いやったスノーを殺そうとまで思い詰めた。でもライトさんのおかげで乗り越えられたんです。僕なんだか人ごとみたいに話してますね。今の僕にはあの頃の激しい思いはもう思い返せないんです。なんだ？聞きたいことがある。バルハラの天使という言葉に心当たりはないか？姉ちゃんよそもんだな。このウィルダネスじゃ知らない奴はいねえよ。バルハラの天使ってのはな、純白の羽を持つと言われる幻のチョコボのあだ名さ。この世の終焉とともに現れる聖なる鳥って言われてるんだ。この地に伝わる伝説か。ああ単なる言い伝えのはずだった。それが最近白いチョコボを見たって騒ぐ連中が出てきてな、どうも本当にいるんじゃねえかって話になってきた。だとしてもあれはギサール先生の獲物だよ。にわかもんには捕まえられっこないさ。ギサール、何者だそれは？幻のチョコボを長年追い続けてる獣医の先生さ。恐ろしく気難しい偏屈じいさんだが、天使の研究にかけちゃ間違いなくウィルダネス一の権威だね。先生はこの街道の先、カンパスファームってとこに住んでる。虫の居所が良ければ話を聞かせてくれるだろうさ。今のところあんたこの土地のもんじゃないね。大方ギサール先生に会いに来たってとこかね。ああ、バルハラの天使のことを聞きにな。やっぱりか。もちろん例の伝説くらいは予習してきたんだろうね。世の末に現れる聖なる白いチョコボだったか。そうさ、さしずめ救いの天使ってとこだね。誰もが待ち望んでるんだよ、バルハラの天使が全ての終わりをもたらしてくれることを。終わりを望んでいる？そう、ウィルダネスの人間にとっちゃ死も一つの救いなのさ。よそのもんには理解できないかもしれないね。ほら昔神様だかなんだかが余計なことをして人の寿命ってもんがなくなっちまったろ。ここらに住んでる連中は
そういうわけのわからん力に振り回されるのが大嫌いでね。自分たちの力で精一杯生きて、自然の命ずるままに死にたい、そう願ってるんだよ。白いチョコボが現れれば、長すぎた生から解放される日も近いということか。そういうこと。あんたがうちらと違う教えを信じてても構わない。でもここいらの連中はそういう考え方をしてるってことは知っといた方がいいかもね。天使についてバルハラの天使の話を聞きに来た。帰れ。用事が済んだらな。定められし出会いが汝をカオスのいずるところへ導く。この言葉の意味がわかるか。なんじゃと。お前さん、あの声を聞いたのか。ああ、少女の小姉だった。乙女の声、やはりわしが聞いたのと一緒か。どうやらお前さんには資格があるかもしれんな。いいじゃろう。よく聞け。バルハラの天使は気性の荒いチョコボじゃ。わし自身何度か遭遇を重ねたが、その度に捕獲に失敗しておる。奴を乗りこなせるのは自身が主と認めた者だけじゃ。どうやらそれはわしではないらしい。私にその資格があるとは思えないが。いや、そう謙遜したものでもないぞ。今のお前さんの話が出任せでないならな。お前さんが選ばれし者だとすると、千の言葉はこれからの運命を暗示しておる。伝説によるとチョコボは選ばれし主をある場所に誘うと言われている。それはカオスが湧き出る源、女神の神殿のことじゃろう。断崖に立つあの神殿か。そうじゃ。あれこそ死を司る女神の宮。その地下には大いなるカオスが待つという。大いなるカオス、どういう存在だ。伝説は多くを伝えておらん。神殿に赴けばおのずと明らかになろうて。そのためにもバルハラの天使を見つけ出せと。そういうことじゃ。だが闇雲に探すのは得策ではないぞ。この村にわしの助手がおる。チョコボ探しのコツならあいつに教わるとええ。もう言えなくなってきました。バルハラの天使について何か知っているのか。俺に聞くとはなかなかいいセンスをしているね。なんたって俺はまず基礎知識、あれは幻の。しかし俺なら見つけ。まあ先生の受け売り、天敵のチョコボイーターと、つまり伝説チョコボイーターを探す。ご名答。ハイトの遺構と呼ばれてるあたりだ。ただしチョコボイ見つけたぞ。白いチョコボだ。急いで援護。破れるつもりはない。ずいぶん痛めつけられて、こんなになるまでなぜ逃げなかった。何かを守って戦ったんでしょうか。もう大丈夫だ、助けるからな。出血がひどい、このままでは。そいつは純白のチョコボ。怪我をするのか。獣医に知らせろ、すぐにだ。わかった、待ってろ。やっ。ひどいな。おい、こいつをカンパスファームへ運ぶぞ。はい。心配するな、わしの矜持にかけて死なせはせんわ。よし、俺何やってる、急がんか。なあホープ、あれは本当にチョコボか。
どうしたんです？新種のようですが、僕にはチョコボにしか見…おい、すみません、今は手術中で中には入れません。外でお待ちください。再び目にして確信できた。あのチョコボは特別な存在だ。伝説の種というだけでなく、私の過去につながっていて、共に戦った。死ぬな。終わったぞ。こっちに来てくれ。やったら。よかった。ライトさん、助かるんだな。峠は越えた。だがこのままじゃ死んじまう。治療したんだろ。落ち着け。傷口はきれいに塞いどる。あとは栄養さえ取れば回復するじゃろう。だが見ての通り、餌を口にせんのじゃ。そんなに弱っているのか。違う。こいつ自身の意志でガンとして拒んでおるじゃ。その目で言うておるよ。人間なんぞに頼ってたまるかとな。誇り高いチョコボなんじゃろうな。意地を張って死ぬ気か。こやつの誇り高さ、間違いなくバルハラの天使じゃ。天使は主と認めた者に従うという。お前さんに資格があれば言うことを聞くかもしれん。お前さんの手で餌をやってみろ。ライトさん、他に手はありません。これでいいのか。どうやらお前さんを主と認めたようじゃな。栄養さえ取らせれば順調に回復するじゃろう。ただしお前さんが世話を続ければの話じゃがな。他の人間に懐かんのではそれしか方法がない。世話すれば傷は癒えるんだな。おおとも。怪我が治れば伝説の通りお前さんを乗せてカオスの元へ導くじゃろう。回復のためには一にも二にも需要競争じゃ。栄養を取らせてやらないとな。どんな餌を与えればいい？ギサールの野菜にミルク、それから滋養薬をバランスよく与えることじゃな。村の連中に頼めば分けてもらえるじゃろう。なんたる回復力じゃ。先生、頼む。ああ、見てみよう。ああ、問題ない。人を乗せて走れるまでに回復しとる。まだまだ本調子とは言えんから、引き続き面倒を見てやることじゃな。それにしてもなんとまあ美しいチョコボじゃろうか。このわしの百年は全てこの瞬間のためにあったんじゃ。ありがとう。